方面隊は陸上自衛隊における戦略単位の性格を持つ部隊単位であり、部隊は方面総幹部及び機関となる数個の師団または旅団並びにその他の直轄部隊をもって編成されている。指揮官の方面総監は陸上総隊司令官、海上自衛隊の自衛官隊司令官と横須賀地方総監と佐世保地方総監。 航空自衛隊の航空総隊司令官と航空教育集団司令官と同じ政令指定職5号の役職であり、陸将が当てられ防衛大臣の直接の指揮監督を受ける。ただし、兵署から行動を等に監視部隊を一体的に運用する必要がある場合には、陸上自衛隊の陸上総隊が方面隊の全部、または一部に対し指揮を行う。 有事の際などの防衛大臣の部隊運用に関する指揮命令に関しては、ホースプロバイダーの陸上幕僚長ではなく、ホースユーザーの統合幕僚長を通じて受け、霊化部隊の運用にあたる。東日本大震災の際は、ホースプロバイダーの陸上幕僚長ではなく、ホースユーザーの方面総監が、統合幕僚長のもとに編成される、統合任務部隊指揮官に任命された。 部隊の規模は、その五艦から、旧陸軍の方面軍に相当すると見られがちだが、実際にはこれよりも一つ小さい単位の軍に相当するものであり、例えば東部方面隊の英訳も、イースタンアーミーとなっている。自衛隊には、軍集団、軍団に相当する部隊はない。方面隊、赤ンは、方面総幹部所在駐屯地次の5個が編成されており、 担当する警備区域の防衛警備や災害派遣等を担任している。師団、旅団以外の主な方面直轄部隊、機関としては以下の通りである。兵署から行動を等に監視部隊を一体的に運用する必要がある場合には陸上総体司令官の指揮監督を受ける。方面総幹部は方面総監の幕僚組織である。組織の部門については次の通り。 方面総監は、保安官を持つ手挙げられ、方面副総監を一人、幕僚長を一人置く。方面総監部には、第一、第二、第三、第四の四部と、総務、厚生、法務、観察、刑務、会計、特技、衛生、施設、補給、武器、通信、科学、輸送、特赦の15課及び、幕僚所務室が置かれ、部に、 部長、蟹課長及び、爆僚所務室に、爆僚幹事を置く。方面総監は、陸将を持つ手挙げられ、方面副総監を一人、爆僚長を一人置く。方面総監部には、第一、第二、第三、第四の四部と、総務、構成、法務、観察、刑務、会計、衛生、施設、補給、武器、通信、科学、輸送、特技、 読者の15課及び爆量漢字を置く。ありがとうございます。